皆さんこんにちは、ジーソーレゴブルダーヒロギーだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオピーチと始まりの冒険スターターセットです。はい、こちらは今年の夏に発売された新しいレゴスーパーマリオのスターターセットです。箱の裏側はこのようになってます。今回レゴピーチ以外にバブル、キノピオ、レミーが付きます。発売から2ヶ月経ってますので結構出遅れ感あるんですけど、ようやく開けることができますのでめちゃくちゃ楽しみです。ちなみにレゴピーチなんですけど、徳島のトイザらスで5900円で買いました。中にはパーツの袋が7つと説明書が1冊とレゴピーチ本体が入ってました。ではレゴピーチを出します。せーの、ゼット、あ、逆になった。せーの、ヨット。おー、相変わらず死んでますね。あ、でもなんか大きさ的にルイージよりちょっと高い気がするな。では今から電池を入れます。はい、電池を入れましたので電源ボタンを押します。電源ボタンは後ろにあります。では行きます。おお、これがレゴピーチなんだ。すごい。じゃあ一回電源を切ります。See you later. 電源オフのセリフはマリオと一緒ですね。じゃあ一番の袋を開けてレゴピーチを完成させます。この部分にピアスをつけて、反対側もつけて、で足パーツをつけて、最後にクラウンを取り付ければ。はい、これでレゴピーチの完成です。思ってたより結構大きめですね。はい、マリオとルイージと並べるとこんな感じで、高さ的にルイージよりちょっと大きめですね。これ足のパーツ取るとどうなるんだろう。あ、ママミーアとかじゃなくてオーって言うんですね。つけると、じゃあこのまま音声を鳴らします。まずはジャンプ。ああ、カメラ倒れちゃった。ジャンプはこんな感じで、じゃあ次は歩かせます。おお、なんかすごいな。木管楽器の音がしますね。結構歩いてる音がリズミカルですごいいい。では付属する3つの台座パーツに乗せたいと思います。まずは芝生から乗せます。あ、芝生はマリオとルイージと一緒ですね。歩いてる音が若干違うな。では次は青ブロックいきます。ではここで歩かせます。では最後は赤ブロックいきます。あー、ちゃんとやられてる音声が出ますね。では水につけます。では今からレゴピーチに付属するコースとキャラクターを一気に組み立てます。
はい、キャラクターおよびコースをすべて組み立てました。こちらのコースとキャラクターは全部で45分で作り終えました。細かいパーツは結構あったんですけど、割と作りやすかったです。まずキャラクターは左からレミー、ヒーロキノピオ、バブル、そしてパタブロック、プレゼントボックス、リンゴです。リンゴなんですけど一瞬カーリングの玉に見えちゃいました。はい、まずこちらがレミーです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、今回のレゴピーチスターターセットのボスキャラですね。右手には杖を持っていて、しかも炎を出しています。僕個人的に本当にすごいなと思ったのが、レミーのトサカを完全に再現してるとこですね。これは素晴らしい。近くで見るとこんな感じで、レミーはクッパジュニア軍団の中で一番小さいです。後ろにはカラーコードがついています。個人的にはどうせだったら甲羅つけて欲しかったなって思います。レミーは腕がこのように動きます。ただこれ1回転するとこのパーツに当たっちゃうので回転はしません。そしてトサカがこのように動きます。なんかこうしてみると一気に雑魚キャラ感が出ますねレミーの目のプリントパーツ、メカクッパと似てますね。はい、そしてブンブンとクッパジュニアと並べるとこんな感じで、先ほども言ったんですけど、レミーはクッパジュニア軍団の中で小さいので他の2体と比べて細くなってます。横から見るとこんな感じで、レミーの甲羅結構小さいですよね。はい、後ろから見るとこんな感じです。はい、続いてこちらのキノピオです。キノピオは台座パーツにカラーコードがついております。はい、全体をぐるっと見るとこんな感じで、キノピオの頭部はパワーアップキノコと一緒の造形になってます。そしてキノピオは腕がこのように動きます。今回のキノピオの足パーツは歩いてます。はい、続いてこちらがバブルです。バブルについてはこれまでについてきたものと全く一緒です。はい、続いてはこちらのパターアイテムブロックです。このパーツがあるおかげで空を飛んでいるように見えます。はい、全体をぐるっと見るとこんな感じで、これ正面から見たらもう完全にまんまパターアイテムブロックですね。はい、こちらがプレゼントボックスになってます。ちなみにこのプレゼントボックス、中がこのように開きます。中には花が入ってます。はい、そして最後はこちらのリンゴです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、先ほども言ったんですけど、これカーリングの玉ですね断面部分にカラーコードがついてます。はい、ではレゴピーチを使って音声確認いきます。ではまずはバブルからいきます。バブルについてはクリボーと一緒です。じゃあ続いてはレミー行きましょう。では行きます。はい、レミーは5回踏んづけると倒すことができます。それ以降はあれ、あ、それ以降もこんな感じでなるんだ。では続いてキノピオ行きます。キノピオはこのような音声が出ます。これはヨッシーと一緒ですね。続いてはプレゼントボックスいきます。ちなみに何も持っていないとこんな感じで、プレゼントボックスを開けても空っぽです。例えばこんな感じでリンゴを取ると、こんな感じでディスプレイにリンゴが表示されて、そしてこのままプレゼントボックスに入れると、はい、こんな感じになります。そして6回踏むと、はい、こんな感じで特別な音声が出ます。そしてリンゴを持ってる状態でキノピオにあげると、はい、リンゴをキノピオにプレゼントしました。こういうところすっごいですよね。でさらにリンゴを取った状態でピーチを傾けると、はい、こんな感じでリンゴを食べることができます。では最後にパターアイテムブロックいきます。はい、こんな感じでコインを取ることができます。おお、無敵だ。おお、ピーチでも無敵取れるんですね、すごい。はい、それではレゴピーチについてくるコースについて説明します。ゴールフラグと土管はレゴマリオとレゴルイージについてくるものとほとんど一緒です。こちらがプレゼントボックスになってます。全体をぐるっと見るとこんな感じで、何気に個人的にこのプレゼントボックスのリボンパーツが結構よく作られています。ちなみにこのプレゼントボックスはこの上の部分がこのように開いて、この中に先ほどのプレゼントを入れることができます。そして蓋を閉じます。そしてこの部分を思いっきり押すと、はい、こんな感じで飛び出ます。そしてもう一回押すと、
キューブプレゼントが飛び出してきました。はい、続いてはこちらの台座パーツです。全体はこのようになっていて、基本的なギミックは先ほどとプレゼントボックスと一緒で、この部分を倒すと、はい、こんな感じで台座が飛び出ます。これあれですね、ドッスンのコースについてくるバブルのあの発射ギミック、あれとまあ一緒ですね。ここにバブルを乗せて、そしてここを押すと、はい、こんな感じでバブルが飛び出ます。はい、続いてはこちらのパーツです。僕個人的にこの机のパーツめちゃくちゃ好きなんですよね。上には花とカップが乗ってます。全体をぐるっと見るとこんな感じで、でさらにこのカップはレゴピーチに持たせることができます。なんかすごいお姫様感が出ますね。はい、続いてはこちらです。こちらはキノコパーツになってます。まず小さいキノコパーツはこのようになっていて、小さいんですけどこんな感じでキノコのまだら模様を再現されていますね。はい、そしてこちらが大きめのキノコ台座になっています。はい、続いてはこちらのパーツ、こちらは何なのかというと、パッケージではレミーがこの上に乗ってますので、レミーの台座に見えるんですけど、一部の外壁に見えます。全体をぐるっと見るとこんな感じです。ここに花があるの結構いいですね。はい、そしてレゴピーチのコースの中で一番大きいこちらのブランコです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、このブランコなんですけどすっごいよくできてますよね。これ木のこのパーツなんですけど、僕はね初めて見ました。そしてブランコの一部に花が咲いていますね。そしてここに赤い鳥がいます。ブランコはここの棒を回転させるとこんな感じで回転します。こんな感じで揺らすことができますし、でさらに一回転もできます。ではレゴピーチを乗せたいと思います。これはレゴルージュの歯車と一緒の音声が出ますね。でこのまま動かすと、はい、こんな感じの音声が出ます。ちょっとアグレッシブに一回転させたいと思います。一回転すると特別な音声が出ますね。じゃあもう一回、おー、いいね。じゃあ連続で回転させてみましょう。ちょっとアグレッシブにめっちゃ回転しましょう。あー、これあれですね、乱暴に回転するとちょっと危ないですね。はい、続いてはコース以外のパーツについて説明します。まずこちらがプレートパーツになっていて、 8×2 が8枚と 2×4 が4枚あります。そしていつものコースパーツが3つあって、そして花と火のパーツがついてきます。では今からレゴピーチのコースを作りたいと思います。はい、コースを作りました。今回のコースなんですけど結構長めに作りました。まずこちらからスタートして、その後レミーとバブルを倒して、でアイテムボックスを取って、でブランコに乗ってリンゴを取って、でそこからキノピオにリンゴを渡して、キノピオからプレゼントをもらって、で最後にゴールするといったコースになってます。ちなみにこの時点で余ったパーツはこちらになります。では行きます。ああ、時間オーバーだ。はい、今回のレゴピーチもレゴマリオとレゴルイージと一緒で、結構個性的なコースもあってすごく面白いです。個人的にレゴピーチのコースで好きなのはこのブランコですね。一回転させた後に出てくる効果音が個人的に好きです。
はい、ということで、レゴスーパーマリオ、レゴピーチ、始まりの冒険、スターターセットをレビューしてみました。まず、レゴピーチなんですけど、思ってたより大きくて、さらに、クッパジュニア軍団のレミもついてきますので、これもすごい良かったです。で、さらに付属するコースもそれぞれ個性があって、すごく良かったです。個人的なんですけど、多分おそらく来年は、レゴワリオが出るんじゃないかなって思います。同時だったら、メインドインワリオみたいな感じで出たら結構嬉しいです。今年の夏に発売された、レゴスーパーマリオのキャラクターパックや、拡張コースについては、気になったものがあれば買って組み立ててレビューしたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。